木曜日で総チェック。はい、ということで、えー、カー、スイ、木の試合がですね、えー、3連戦あるのがヤクルト、DeNA、広島、阪神そして日本ハム、オリックスがこれ木曜日も試合があって3連戦ありますけどもあとの巨人、中日、えー、そしてロッテ西部、西武そしてお楽天、ソフトバンク、えー、この3カードは、えー、カー、スイ2連戦しかないっていうところでですね、えー、この2つに動画を分けて えー、今日、だから、木曜日、そして明日金曜日に、えー、総チェック、2本立てで行きたいと思いますので、皆さんぜひね、両方見てください。で、えー、猛暑降りは、えー、金曜日の試合の後にやりますので、両方見てください。はい。ということで。 スタートです。巨人対中日、21日の試合、1対1、延長12回引き分けというところで、中日先発高橋と6回98球、5アン五5三死、4四球無失点。で、巨人先発山崎より、7回3分の2、11球、5アン三3三死、4四球1、1デッドボール1失点というところで、まあ、山崎にしてはこの四四球の数ね、えー、5っていうところはちょっと大きかったかなっていうね、あのー、ところはあります。失点がね、やっぱフォアボール多い時っていうのはね、 やっぱちょっとね、チームが勝ってないですよね。まあ、抑えてはいるからね、非常にいい形になってるけども、このね、あのー、勝ち星はね、山崎よりがフォアボールを置いときって、山崎よりに勝ち星がね、なかなかつかないっていうところはありますけども、まあ、全体的にはね、ピッチングは良かったんじゃないのかなっていうね。まあ、得点で言えば、7回表にね、えー、中日が、田中美希はね、レフトスタンドホームラン、もうロッテ沖の起きなみたいな感じでね、短く持っててもね、当たったパンチよくあるっていうところで1点先制するけども、7回裏ね、えー ピッチャー高橋朗とから清水に変わって、えー、丸が内野安打。そしてここね、代走重信が出て、立岡の時にね、重信盗塁してからの送りバンド。これはね、重信、グッとねる。で、えー、吉川が犠牲フライを打って、この一点の取り方っていうのはね、非常にうまいし、こういうね、一点の取り方ね、できるとやっぱり大きいよね、勝負としてはね。で、まあ、両チームね、あの、まあ、中日はね、被安打5、そして、ああ、じゃあ、中日はね、あの5安打。 で、巨人はね、並んだっていうところで、なかなか連打を作れずね、チャンスもそうそうなかったっていうところではね、あなかなか勝負手はね、厳しかったかなっていうね、えー、ところはあるんで、まあ、これをお互いね、引き分けたのは良かったなっていうところはあるけども、まあ、巨人とすればね、この5回裏ね、 あの、ワンナウト満塁から岡本ね、ちょっと着払い的なね、三振。まあ、タイミングがね、合わなかったかな、読みが外れたかなっていうね。このワンアウト満塁から岡本三振、坂本ね、ライトフライっていうところで、まあ、ジャイアンツとしてはやっぱここでね、1点でも取れたらっていうところはあったけどもね。で、6回裏もね、えー、先頭を聞がらツーベース。で、ここ萩生が三振。ここだから最低でもどいでやっぱりね、打たなきゃいけないよね。 でここもね1点取りに行けずっていうところだったんで、まあ、なんとかこの7回に重、ね、信の,の通りから送りバンドで犠牲フライっていうねこの流れでよく1点、ね、取れたなっていうところでね、まあ、そこは良かったかなっていうところもあるけども、まあ、中日のね攻撃で言えばちょっと気になったのはねねこここだ、ね、この11回、ね、先頭、田中美希はねフォアボールでここでね代打、大島ねで結果でいうと、代打、大島ねファールフライレフトね。ね で、九、えー、9番カット。こう、バンドかなっていうところもね、あったけどもね、まあ、バンドしながらね、バスターで引きながらっていうところもあるけども、結果、結果で言うとね、ワンボール、ワンストライクからバスターで打ってね、ゲッツっていうね、最悪な状況になるんだけども、まあ、ここね、一つ考えたのが、 俺はもう最後までバントでよかったんちゃうかなっていうね。まあ初級バントの構えから引いてボール。で、その後ね、バスターエンドランでファール。で、もう一回バスターエンドランして4、6、3ダブルプレーっていうところだから、まあ普通にバントでもよかったなって、まあここ、2パターン考えたんだけども、まあこれ、まあ結果になっちゃうけどね、結果的には。でも作戦としてのことで言うと、ね、えー、先頭田中美樹はフォアボール。ね、で、あの、ここで代打、ね、大島だったけども、まあここでね、 代打山本にして送りバンドさせてからの加藤のところで代打大島でもいいしバントもありやからと思って大島打たして加藤のところで代打俺仮捨てでもよかったんちゃうかってもともとステて準備してたからねまだ石橋残ってたからもうキャッチャーそれで石橋で行ってもよかったんちゃうかっていうところもあるしあとはこの加藤のところでねジャイアンツの重信がやったように田中美貴アにねもう盗塁させるっていうね勝負手で,で。 盗塁させてっていうねところもあるからこの大島の時に盗塁させてもよかったけども、まあ、大島がね初球打っちゃってレフトファウルフライだったからあれだけども田中三稀也に盗塁させるでもよかったしもう加藤はもう最初から送りパントでもよかったけどねうん,んかこのねうんーっていう感じもあるけどまあ結果論になるけどもねもうちょっと策はねあったんじゃないのかなっていうところはあるけどもね。 まあ、両チームね、えー、巨人はね、山崎頼乃と高梨船場様、バルドナード西田で大江泉っていうところがね、まあもうあの高梨以降ノーヒットだからね、しっかり防いだっていうところもあるし、まあ中日はね、まあ清水失点するけども松山藤島ね、橋本梅野、えー、そしてマルチネスとね、えー、しっかり踏ん張り切れたっていうところも大きかったし、まあお互いね、引き分けたっていうのはまあ負けないでよかった、えー、初戦になったんじゃないでしょうか。 巨人対中日、22日の試合、4対2で中日の勝利ということで、こちら、2試合しかないので、1勝1分けで中日の勝ち越しっていうところになりましたけども、ま、このね、水曜日はプライ級ニュースで。 ガッツリ前試合見てブレーキュースで解説しましまたけども、まあ、この試合ね、小笠原がなかなか1ヶ月半勝てないっていう中でね、6回94球並んで、九七334、192失点っていうところで、久しぶりのね、えー、勝ち2勝目っていうところで、まあ、この試合ね、ちょっと立ち上がりはボール先行することもあったかなっていうところで、まあ、結構マイニングね、出塁を先頭許すけども、なんとか粘りながら6回を2失点でまとめたかなとで。中盤以降はね、しっかりストライク先行で勝負できたっていうところも、仕、まあ、上がりにね、えー、状態が良くなって、まあ、1回3回の失点だけで 済んだっっていうとところもねかかかなり多かったかなりたで巨人先発をったね、5回3分の2、77球、5アン三ー3三振、3、8球3失点というところで、まあ、6回ね、ツーアウトからの2、九からの失点が本当に痛かったし、もったいなかった。ね、まあ、その中で阿部監督はねあの、ピッチャーを変えるタイミングがっていうけど、まあそこは変えれないで、五だね、これがもし9月とか、8月末とか、もう争ってるっていう状況だったら、変えるかも分かんないけども、この状況であそこで変えるのはないし、ツーアウトだからね。 そういったところでは、ホット本人がね、踏ん張らなきゃいけなかったっていうところはあるけども、えー、この試合ね、立ち上がり初回、えー、先頭丸がね、ライトスタンドへホームランっていうところで1点先制、ね、小笠原がなかなか勝てないっていうところでもここね、えー、しっかり、えー、先制できたっていうところはジ,ョジャイアンツも大きかったし、で、中日の1回表の攻撃で、えー、ワンアウトからね、 田中美希はセンター前、福永フォアーボールで、ワンアウト一塁の、ピンチの中で、ここね、ホッタインコース、ツーシけム系のストレートっていうところでね、5、4、3ダブルプレイ。若干ね、イレギュラーしたけども、坂本がしっかり処理してダブルプレイっていうところで、まあ、ピンチをね、え、しのいでしっかりそのぐらいね、得点を結びつけるっていうところも、えー、大きかったし、この3回の表ね、えー、中日、ワンアウトからね、小笠原ね、本人自らセンター前、で、村松がレフト前で、ワンアウト一塁、チャンス作るけども、田中美希はのね、えー、ファーストランナー、えー あのファーストライナーを、セカンドランナーを小笠原が飛び出して。 三、えー、36のダブルプレイというところで、まあ、これね、あの、岡本もよく反応したし、その後すぐね、セカンドに送球、そしてショート井口がね、すぐね、セカンドベースに入れたっていうところの、ああいうね、えー、コミュニケーションプレイもね、非常に良かったし、えー、ナイスなね、ダブルプレイだったと思います。で、その裏ね、えー、3回裏に、丸、えー、センター前、坂本レフトへツーベースっていうところで、ノーアウトに3人のチャンスを作って、吉川アウトになるけども、岡本がね、えー、レフトへの犠牲フライ。でもここもね、岡本もま、岡本今状態、ほんと良くないね。 この打席もまっすぐもちょっと差し込まれながら、前日のね、なんかインコース尺払いの三振もあるけども、ね、この差し込まれながら、でも最後ね、なんとかね、なんとか当ててでも1点取りに行こうっていうね、その執念、気迫っていうところがね、チェンジアップも若干泳ぎながらもね、ついていって、レフトフライね、あの、そんな、あの、悠々のね、深めじゃなかったけども、これしっかりね、犠牲フライを打てたっていうところはね、さすがかな。 で、まあ、このままね、ジャイアンツとしてはね、えー、貸したかったけど、まあ、ジャイアンツの中では、まあ、もったいなかったのが、5回の裏ね、先頭坂本がセンター前ヒットを打って、2番吉川ね、ちょっとセーフティー気味の送りバンドでフライね、まあ、小笠原がね、ダイビングキャッチ、小笠原。ね。まあ、ここをね、しっかり白いだっていうところも、小笠原のね、勝ついやっていう気迫は出てたけども、こういったところしっかり送ってからのもう一点取りに行ってたら、この試合勝てたかもわかんない中で、このバンド失敗ね、ちょっと痛かったね、かなり。バーっと。ね。 で、6回思ってね、ツ2アウトから、田中美弥福永レンズコアボール、これほった痛かったね。で、その後、細川がね、えー、初回ではね、チャンスでダブルプレイになったけども、ここね、初級のスライダーをしっかり引っ張り込んで、レフトへタイムリーヒット。で、2アウト1、2塁からアウトコースの球をね、したが、もう少しでホームランっていうね、フェンス直撃で操作しそうのね、二、えー、2点タイムリーツーベースっていうところで3対2逆転。で、この7回のね、えー、先頭岡林スリーベースで、カット、中島と三振するけども、 村松がね、センターへのインコースに、ね、やったところ、あんまく入ってレフト前。このね、4点目大きかったかなと。で、その後ね、えー、藤島、松山はライデル・マルチェンスと、もうリリーフピ、リリーフ強いからもう6回までになんとかしたドラゴンズもね、勝ちパターン入れるなって。もう9回なんてライデル・マルチェンス出てきたとき、も見なくても終わるだろうっていう感じだったもんね。それぐらいの圧倒的神感あるけどもね。 でも俺正直7回これね、マナークさんとかみんなで一緒に見てて、いやそれはないやろって言われながらも、もうこれノーガードデ塁でカットのところスクイズでもよかったんちゃうかと。バスターで打ってんのにボール球ばっかり打んねそれバスターの意味ないね本当に。もうちょっとコンパクトに振るとかね。ただバスターやってるだけになるからね。バスターのコンパクトに、ね、振ってミートできるっていうね、ストロングポイントを全く見せてないっていうところでもう俺はスクイズでもよかったんちゃうかとかってね、言ってましたけど、皆さんどう思いますか。というところでね、えー、中日はいい逆転勝ちというところで、 4対2で勝利。そして1勝1分けで勝ち越しでした。ソフトバンク対楽天。21対0でソフトバンクの勝利ということで、楽天は2005年創設2戦目の26対0に次いで2番目の失点数っていうところで、2005年はロッテのチームとして、今井選手は試合に出場して、現在監督として楽天で21点取られるというね、なんとも、ね、えー、運命を。 たどってますけども、えー、正直、解説、不能でございます。はい。えー、ポンセ3回81球、11アンダー334、191でトール12失点、えー。ソフトバンク先発、有原、6回57球、4アンダー3ロ1九無失点。もう解説しようがないですね。ソフトバンクの打撃陣、グッパッティング。 1>, 1番シュート5打数2安打1安打。2番今宮4打数3安打4打点。しかも1イニング3ベースは2リーグ制始まって初めての記録です。そりゃそうだよね。3ベース打つのも難しいのに1イニング2度も3ベースだからね。3番柳田3打数2安打3打点。4番山川3打数2安打1打点。5番近藤3打数1安打。6番栗原、6打数4安打6打点2本塁打。7番川村、4打数2安打2打点。8番甲斐、4打数2安打3打点。 9番三森、4打数1安打。しかも途中出場の海野、1打数1安打、1打点、1ホーマー。長田、2打数1安打。こういったところいいのよ。ね。こういう、あの、21点取ったけども、途中から出ていく選手も活躍しながら、みんなでね、点を取っていくっていうね、チーム全体もね、この士気が上がっていくし、個人としてのね、結果も上がっていくっていうところではね、えー、最高の形。2回7点、3回1点、4回10点、5回2点、8回1点っていうね。 ででした、えー、ソフトバンク対楽天22日、えー、12対0でソフトバンクの勝利ということで、えー、前日が、えー、21点で13点、えー、33対0330の試合になりましたまあこれ2カードだからね、まあ、これでソフトバンクの2勝で勝ち越し楽天はねまあ大敗で負けるのも仕方ないけど2試合連続完封っていうところが痛いよねでこの試合も楽天先発勝利ね、えー、3分の136球4安打295失点 で、松井、えー4、4回3分の2、7アンダー5失点。湯気はね、0点で抑えたけども、えー、鶴崎が2失点っていうね。で、ソードバンク先発は、7回102球、3四三3、4、4、4、無失点と、まあ大量得点に恵まれてね、一気にっていうところもあるけども、もう初回からね、山川がスリーラン。その後、近藤、フォアボール、栗原、ツーベース。で、このね、俺がもう、いまいちおかがなかったのが、まあここでね、 もうあの3対0になってんだけどもワンアウト2、3塁で中村晃をもう最後ねスリーボールワンストライクになったアウトコースに外して軽減気味に歩かせるの。でここでピッチャー松井に変わるんだけどもここ軽減気味に歩かせる必要あるでその後松井が海野にセンターでタイムリーツヒットを打たれて2点入って5点になってんのよ。もうこうなったもう逃げてる場合で、まあ、前日ねポンセを変えるのが遅くて。 まあ大量失点したっていうところもあるから、まあ、ここは早めに変えたっていうのもあるし、まあ、中村晃とあもう海野の、ね、対比で、まあ、海野だったらダブルプレーに抑えて、まあね、3失点で抑えれるっていうベンチの判断も分からなくもないけどね、うん、なんかどうなんかなって正直思っるけどね。で、2回裏ね、また山川が 2, 試合あ2打席連続のツーランホームランを打って、ツーアウト満塁からね、えー、三森が、えー、タイムリーヒットというところでね、9点、もうこれでゲームセットだからね。 で、4回裏、栗原のタイムリー。で、8回裏ね、近藤のタイムリーっていうところで計12点。もう解説しようがないけどね。でも結局、フォアボールね、2回もフォアボール2個絡むし、ね、初回もフォアボール2個絡むっていうところで、やっぱり大量失点にはフォアボールが絡むっていうところもあるけども、負けるのは仕方ないけど、やっぱり完封、カンプ2試合で完封とカンプ負けの方が痛いね。正直ね。まあ、1日挟んでね、どういう試合転換になるのか。まあ、ね、解説しようがないです。こんな一方的な試合になってくると。 昨日もプロ野球ニュース、ピックアップが、ソフトバンク対楽天戦が、タイトーアキ戦でしたけど、もう2回で頭抱えてました。何の解説するんじゃんって言ってね。それはもう仕方ない。それはもう、あの、みんなで、そりゃそうですって言ってました。まあ結局ね、2勝0敗で、ソフトバンク、勝ちコち,ち打線、すごいです。はい。え、西武対ロッテ、21日の試合、3対5で、ロッテの勝利というところで、え、西武先発いばい、5回99、9アンの五5三振、西九5失点と、初回の5失点が痛かった。でね、まあなんかの、情報によると、初回、 ブルペンからかななんか豆が潰れててっていうところで、だから若干立ち上がりの入りね。なんかちょっと立ち投げ風に、いや、かなり抑えて投げてんなみたいな感じになって、ピンチになってからちょっと力入れ出したけども、いやいやいや、なんか、 それにしてもと思ったけどね、結局はそういう原因があったのかなっていうところで、まあ、ロッテとしてはねそこをしっかり攻め切って、ワンナウトからね、友杉センター前で、高部ライト前、で外がセンタータイムリーヒット打って、ポランコフォアボール、でワンナウト満塁から中村が2点タイムリーツーベース、で佐藤俊也タイムリー、で安田タイムリーヒットと、1イニングに6安打ね、えー、放って、しっかり5点取れたっていうところは大きかったかなと。 で、ロッテ先発ね、西野。6回99、9アンド3 3二2四球、2失点って言ったちでね、まあ初回のね、大量得点も恵まれてねえ、自分のペースでしっかりね、最初失点乗り切れたんじゃないのかなっていうね。えー、中で、まあセーブね、まあ5点あったと言え、まあこの初回ね、2アウトからだけども、ト崎サキ2ベース、中村フォアボールでチャンス作って2アウトにしてるよ,より、ここでね、 まあ、昼間が三振というところでここで1点でもね返してたらっていうところはあるけどもまあまあ、なかなか難しかったね、まあ、3回の裏も、ねえー、ノーアウト2、二、三塁から犠牲、えー、フライで、ね、1点取るけどもその後にワンナウト、三塁から中村三振昼間、ショートゴロっていうね、えー、ところでここでも,もうだからね結局、最後5対3っていうところの点数見てるともうい複数得点っていうところをね 複数得点できなかったところがまあセーブの範囲かなっていうところもあるしまあねあの5回とか後期でねダブルプレイとかもあるけどもそれが今のセーブの現状。 そう、もうそこまではなかなか求められない。で、6回にもワンアウト1、3塁から平野間がね、ライトでタイムリーヒット打って、ワンアウト1塁で、まあもう一点ね、複数得点いこうっていうところで、ここがね、A、ダブルプレイだったりね。で、7回裏もツーアウトい塁から、その先がね、タイムリーヒット打ってるけども、そこからもね、まあ続かずっていうところで、まあ1点ずつしか取れないことでね、まあ3得点、ね、複数得点取れたけどもね、っていうところがね、なんかな、ね、か厳しかった。まあロッテはね、 勝ったのはいいけども、その後もね、えー、3回満塁のチャンスを作ってるけども、岡が三振。ね。6回にもね、3つのフォアボールで満塁のチャンス作ったけども、ポランコが三振。 で、え、7回にも満塁のチャンス作ったけども、友杉がサードゴロっていうところで、まあ、3度満塁のね、チャンス作ってるけど、1本出ないで、まあ、初回のね、5点だけっていうね、まあ、勝ったから良かったけども、こういったところでもう1本出てね、パンパンって点取ってれば、もっと圧勝だったなっていうところもあるんで、まあ、そこら辺の爪の甘さがあるなっていうところと、まあ、連勝中だとはいえ、まだなんかね、ピリッと信用できるんなっていうところが、そういうところもあるから、まあ、勝ち切れたっていうところはね、非常にいいけども、まあ、ーブとしてはね、まあ、なんとかね、っていうところだね。 ま、あ初戦としてはね、ま、あ結果5対3でね、ロッテの先勝でしたね。え、西武対ロッテ、え、2対1でロッテの勝ちということで、こちらもね、ロッテが2連勝っていう形になりましたけども、ロッテ先発ね、種一9回102球、4安打8三指、1球1指点というところで、あの、非常になんかね、状態が前に、左足に体重乗って、球持ちも良かったし、めちゃくちゃいい感じの体重の乗り具合、フォームのバランス良かったかなと思います。ね、ストレートも走ってたし、北ォの低めっていうところもね、いい形で効いて。 西武先発、そういう意味だね。6回3分の2、96球、4安四43、4四球、2失点。まあ2失点だからね、ほんと踏ん張ったよ。踏ん張った。まあ攻められない。ねまあまあこんな試合ばっかりだけど、セーブはね、えー。その中でロッテはね、えー、2回、えー、先頭プランコは2ベース。で、中村正ところの間に、プランコは三塁進んで、えー、佐藤の犠牲フライね。えー、ちょっと浅いかなと思ったけどね、何気にプランコをた股だけど足早かったなっていうところで、まあ1点先制。 で、6回にもね、高部のフォアボール、そして、えー、ポランコのフォアボールっていうところで、2アウト1、3塁のね、チャンスを作って、中村がね、ライトへタイムリーヒットっていうね、ここでも2アウトからね、しっかりね、あの、ヒットを打ってた中村っていうところは非常に良かったし、これもフォアボールと盗塁ともフォアボールで2個絡んでるからね、ここら辺はね、隅田も打たれてはないんだけど、もったいないよね。で、セーブとしては6回裏に、えー、1アウト2、3塁から平野がね、ライトへタイムリーヒットを打って1点。 さに追いついつてなおもワンナウト、一、三塁で、そのとフォアボールで、ワンアウト、満塁で、4番、中村ってなった時に、三振、そして、昼間、センターフライと、ここでやっぱ最低でも同点にね、追いつかなきゃいけない、まあ、前日からそうだけど、複数得点がね、全くできないっていう、チャンスをさらにチャンスで生かしきれないっていうところがね、今の西武の苦しさでもあるよね。正直ね、この6回しかチャンスなかったから、この試合、ヒット4本のうち、6回に3本打ってるからね。 もうここしかチャンスないっていうところで、ここを同点できない。で、しかもここね、あの、先頭小川がね、レフト前ヒット。で、西川が三振するけども、ワンアウト12から源田のセカンドゴロを、あれね、小川セカンド投げる必要なかったよ。ファーストでよかった。で、ツーアウト2塁で、広間沼で勝負でよかったよ。種一もよかったし、あれを無理してセカンドにね、あの、ダイビングしてからちょっと座りながら、逆ターンでセカンド投げて悪送球っていうところだけど、あのプレイはいらなかったね、ほんと。 だいぶそれたし。で、ワンアウトに三塁になって平山タイムリーで、まあさっきも言ったようにね、そのビッグチャンス、ワンアウト満塁からそこで、あれ同点に追いついたらね、一気の流れでセーブ生きてたと思うけど、そこをつけないっていうところがね、今のセーブのちょっと弱さかなっていうね。まあロッテはね、種一関東勝利というところで、まあ今年はね、あの、いい時と悪い時で激しかったけど、まあ全試合に続いてね、非常にいい形のピッチングっていうところではね、グッピッチン。 ね。まあ、発三しまあ、二桁出し三指ね、3, 乗せたかったっていうところあるけどね。まあ、そこはよく言えないから。まあ、ここはね、しっかり抑えきったっていうところは良かったし。まあ、西武としてはね、本当もう、生かしきれない。どう生かすのか。交流戦。までに仕上げても交流戦での逆襲に期待するしかないね。 ま、結果ね、ロッテの2連勝でカード勝ち越しでした。さあ、ということで、目標総チェックというところで、ヤフルト DNA、広島、阪神、日本ハム、オリックスはまだ今日もあるんでね、この金曜日にね、しっかりその3試合の総チェックは出したいと思いますというところで、まずは、巨人、中日、そして、西武ロッテ、ソートバンク、楽天の総チェックを先に出しましたけども、ロッテも2連勝、ソートバンクも2連勝、そして中日は1勝1分けで5分っていうところでね、まあ、巨人、 セ・リーグはもう本当、どっこいどっこいだね、これもまま交流戦入ってどうなるかっていうところだし、巨人は週末阪神だからそこどうなるのかっていうところもあるし、パ・リーグはここね、全部 A クラスが勝ってるから、A と B が引き離されてる、もちろん1チと2にも引き離されてるけども、A と B も引き離されるにかかってるからね、こういったところ、ね、まあもうちょっとどうにかしなきゃいけないし、交流戦でどうね、なるかっていうところもあるけども、ロッテ対ソフトバンクで週末3連戦からの戦いだからね、ここでロッテも、 3連敗したらもう波に乗り越えられたら終わっちゃうねうんとまあ面白い試合になるからね楽しみではあるけども、まあ、ということでね木曜日総チェックこれでおしまいです明日,の明日も総チェックあります是非見てください <music>